アレクサ、おはよう。おはようございます。今日はひな祭りです。ひな人形はもともと子供の身代わりになってくれる人形として水に流していたそうです。京都の下鴨神社では流しびなが、和歌山の淡島神社ではひな流しの行事が行われます。今では来年のために大切にしまうようになりましたね。おひなさまいつ片付けると聞いてみてください。